でも、漏れのない漢字変換誤り検出について、自然言語処理研究室の林が説明します。まず背景ですが、自然言語処理には、文章の自動誤り検出や、自動誤り訂正というタスクがあります。で、自動誤り検出というのは、このような誤りを含んだ文というのがあったときに、この誤りの部分を検出するタスクになります。で、訂正になると、この検出に加えて正しいものへの訂正という動作も入ります。で、既存の検出や訂正の研究では、高再現率および高精度の両立を目指すものが多いです。しかしながら、全ての誤りを検出訂正することはできていません。これはどういうことかと言いますと、出力結果のどこに誤りがあるかどうかがわからないということになり、ユーザーは結局全ての文を自分の目で確認する必要があります。今まで行われてきた研究では、例えば文字列連鎖というものを使って、複合語の同音異義語の誤りを検出するという研究があります。で、これはかなり範囲が絞られているんですが、再現率94から99%と100%はやはり達成できていません。で、また、テキストから抽出した単語で、辞書を作って、それにないものを誤りとするような、検出方法でも、辞書の規模によるんですが、高いもので再現率80%となっています。で、今回の目的ですが、ユーザーの負荷が軽減されるような誤り検出、つまりは再現率を重視した漏れのない誤り検出ということになります。漏れがないので、ユーザーは誤りなしと判定された分は確認しなくても良いので、その分負荷が軽減されるということになります。検出対象です。検出対象は今回漢字の変換誤りを扱います。なので、今回は同音異義語を持つ漢字を抽出することになります。これは、変換誤りは同音異義語がなければ起こり得ないためで、同音異義語を持つ漢字をすべて検出することができれば、すべての変換誤りは検出することができます。で、手法の概要ですが、今回は入力された文を単語に分割して、漢字を含む単語が同音異義語があるかどうかを調べます。で、その同音異義語があるならば、その単語を含む文は誤り文、つまり検出は単語単位で行うのですが、結果は検出結果は文単位での出力となっています。また、同音異義語を持つ語を全て誤りとすると数が多くなってしまうので、ある程度の絞り込みも行っています。全体の概略図ですが、今回文を入力すると、単語分割、今回2つの方法で行っています。で、まず、単語分割という方法で分割を行い、それで出てきた漢字に対して読みを取得し、辞書から表記を取得します。で、さらに隣接の文字での絞り込みを行って、誤りありまたはなしというような結果が出力されます。で、今回の場合、初めに単語分割という方法で行って、誤りがないものについてもう一つの漢字分割という方法で検出を行っています。大きく分けると、同音異義語の確認の部分と隣接文字での絞り込みの部分の2つの部分からなります。まずはこちらの同音異義語の確認の部分について説明します。まず、今回文を単語に分割して、その単語の読みを取得しています。で、同じ読みの違う漢字表記っていうのを探してやって、それがあれば、同音異義語の有無というのが判別できます。例として、新しい手法を提案するという文を入力 して、携帯素解析機というものを使って、携帯素という単位に単語を分割することができます。またこの時に、読みも振ってくれるので、この読みを使って表記が複数あるかというのを確認し、同音異義語があるかどうかというのを確認することができます。しかしながら、この時に問題がありまして、誤りを含んだ文を解析すると誤りを起こしやすいということがあります。
例で言いますと、新しいというのをこのような語変換をしたときに、あ、たらしいのように3つに分割されてしまい、読みもおもね、おうのようにおかしな読みが振られてしまいます。そのために、同意語があるかどうかというのが正しく判断できません。そこで今回は携帯数解析では分割のみを行い、読みは辞書から取得するように、すべて取得するようにしました。先ほどの例で言いますと、おもねやおうというのはあやたとも読めるので、全体を通して新しいと読むことができるということがわかります。でまた、単語分割の方法なんですが、初めから携帯数解析機を使うと好ましくない区切られ方をされる場合があります。例で言います と、新鮮な卵という文を入力したときに、この新鮮のところが、新鮮のように分割されて、この場合は心せんのようにしか読むことができません。なので今回は、漢字文字列とそれ以外で分割する方法、漢字分割という方法でも分割を行っています。例で言いますと、携帯素解析機を使うという文を入力したときに、携帯素解析機を使うのように分割します。またこの時に携帯素解析機のような、複合語をすべて辞書に登録することは、数が多くなるのもあり難しいので、抜き出した文字列に対して携帯素解析機で分割を行います。例の場合ですと、携帯素解析機は携帯素解析機のように分割されます。以上で、分割と読みの取得の説明について終わります。続いて、隣接文字での絞り込みです。前後の単語を使って絞り込みができる場合があります。どういう場合かと言いますと、例のように何々をご覧くださいという文があり、欄というのは複数の表記が考えられます。なのでここだけを見ると誤りかどうかというのは判断できないのですが、前後の語やくださいを含めて考えた場合、他の欄ではこのようなご覧くださいという使い方はされないので、一番上のこのご覧くださいは誤りでないということがわかります。で今回この絞り込みを行うために、辞書を作成しました。作成の方法は、正しい文を単語に分割して漢字を含む単語とその前後の語を辞書に登録するというものです。例で言いますと、新しいの後ろには手法が来るというように登録され、また手法の後ろにはおが来る、提案の後ろにはするが来るのように登録されます。で後ろの方も同様に、手法の後ろには新しいが来る、提案の後ろにはおが来るのような情報も登録されます。でこの2つ合わせて今回2グラム辞書というように呼んでいます。で今回分割方法が 2通りあるので、どちらの分割方法でも辞書を作成しています。でこの辞書を作るときに、正しい文が大量に必要になります。でまた特定の分野だけですと使われ方に偏りがあるので、さまざまな分野の文章があることが好ましいです。そこで今回は、現代日本語書き言葉均衡コーパス BCCWJ というものを使用しています。これは、13種類の分野からなるコーパスで、文章も全体で500万文とこの条件を満たしているといえます。改めて全体像ですが、今回入力文に対してまず単語分割で分割を行い、辞書から読みを取得し、さらに漢字の表記を取得して同意語があるかどうかを調べます。でさらに 2g 辞書を使って、それらが入力文が実際に使われているかどうかというのを判断して絞り込みを行います。でここで誤りなしとされたものについてだけ漢字分割で
また同様の手順を踏んで、検出を行います。でどちらでも誤りなしとなったものだけが誤りなしと判定されます。で実験です。で今回、漢字変換誤りを意図的に含めた文を作って、性能を評価しました。で誤検出、正しい文を誤りとして検出する割合も評価するために正しい文も入力をしました。でデータの作成ですが、先ほどの BCCWJA から、ランダムに1万3000文を抽出、漢字を含む文のみを抽出しています。でさらにこの1万3000文に対して各文は誤りが1つになるように、同意義語に置換を行い誤り文を作成しました。でその結果、約31万文が作成できました。この2つを合わせたものを今回テストセットと呼んでいます。比較手法としては、同意義語を持つものを誤り、そうでないものを誤りなしとするベースラインと、機械学習を使った手法を用意しました。で実験結果ですが、まず機械学習の結果を見ると、誤検出は他のものに比べて少ないんですが、検出漏れがかなり多くあり、今回の目的には不向きであるということが言えると思います。で提案手法とベースラインの結果を見ると、まず今回提案手法は検出漏れがなく、目的が達成できているといえます。しかしながら誤検出の数に関してはほとんど差がありません。ほとんどの文が誤りありとされてしまうので、まだ効率的であるとは言いづらいです。そこで今回はレベル分けというものを実装しました。で誤りありと判定された文について誤りの可能性の高さでレベル分けを行っています。これによって今までは誤りありと誤りなしの2種類だけの分類だったんですが、さらに細分化されて、必要に応じて確認する範囲を変更することができるようになりました。でレベル分けの詳細ですが、レベルは0から9の10段階で、詳しい説明は割愛しますが、主な判断基準は同意義語を持つかどうか、前後の文字が辞書に登録されているかどうか、また同文中の単語が表記したことがあるかどうかというものを判断基準に用いています。で新たに狂気辞書というものを作って、狂気の割合を調べています。この例で言いますと、入力文の文、聞くという字は、知るや伝えるなどとは表記したことがあるんですが、入力や処理とは表記したことがないので、狂気の割合が低く、誤りのレベルが高くなります。で先ほどのテストセットでの評価をまた行ったんですが、誤りありとされた分をレベル分けした結果がこちらになります。で今回狂気の割合が 0.5 未満の時だけにレベルを上げています。でこの結果を見ると、まず誤り分、例えばレベル9だけを見ると、誤り分は全体の7割に対して、正しい分は全体の3割強であり、かなり数に差が出ていることが分かります。でさらに、レベル7以上を見た場合、誤り分は全体の9割以上見ることができるんですが、その時に正しい分は全体の6割弱しか含まれていなく、効率的に確認することができるということが分かると思います。まとめです。今回ユーザーの負荷を軽減できるような漏れのない誤り検出を行いました。同意義語の検出と、前後の単語による絞り込みで漏れをなく検出することができました。でさらに誤りでない文が、多く誤りありとされてしまったので、レベル分けを行いました。でそのレベル分け、ある一定以上のレベルを見ることによって、例えば誤りが全体の9割以上に対して誤りなしが全体の6割弱など効率よく確認できる
という状況を作ることができました。以上で説明を終わります。ありがとうございました。